そうですね。あのチャットね、ビジネス。そうね。ビジネス。あのチャットメッセージ。これもアイドルっていう文章とメッセージビジネスっていう2つの文章をチャットがつなげているんですよね。上の2つの文を見てもらったように、チャットは前の文、相手とか相手とかっていう前の文と後ろの文をつなぎ、結びつける働きをしています。2つの文を結ぶ方を何で結ぶか、そうですね、接続してみますね。上の2つの文をチャットは会話の中ではよく省略されます。I know that maybe it's busy. I know maybe it's busy. そうですね。ザットがなくなることもありますよ。